7年も付き合って結婚しなかったんですか？そんなかかったんですか、結婚まで。なんかその結婚しようがしまいが変わらないので、結婚どうでもいい派閥だったんですよ。あら、で奥様は？で、まあ、僕が面倒くさがりなのをしてたので、そのままだったんですけど、まあ、どうでもいいので、別に結婚してもどうでもいいっていう。いや、そう、結婚したくないにこだわってるわけじゃなくて、結婚自体がどうでもいいので、うん、してもしなくてもどうでもいいという派閥に変わったっていう。おー、あ、だったらどしてもしなくてもどうしてもいいから、じゃあ奥様がしたいっていうからしよう。まあ、そんな感じですね。いや、でも、フランスにその移住するってなった時に、ビザを取らなきゃいけなくなって、で、僕個人だとすぐ降りるんですけど、うん、彼女個人だとそんな簡単には降りなくて、なので、夫婦っていう形だと申請が楽って。おお、そういうこともあったんだ。はい、でも奥様はじゃあ良かったですね。てか、良かった良かった。だって結婚したかったわけですもんね、奥様の方は。どうなんですかね。いや、したかったと思いますよ。よく待ちましたよ、逆に7年も。すいません。大切にしてください、引き続き。ありがとうございます。